ぱりこのバブル崩壊を高校大学の時に見てる人っていうのはね、やっぱり、ね、それまではなんとかうまくいくと思ってるわけよ。本当に姫になれると思ってたから、あの時代って金持ちの男捕まえてなんとかしようと思ってたんだ、うん、そしたらもう一斉に金持ちの男がいなくなっていくっていう、それで私たちはノリだけでなんとかやっていけるだろうっていう時代があったのね。今のだからアラフィフの人たちはそれ知ってるんだと思うんで、うん、一番ねそれが残ってるのはね、ユウって人いるじゃないですか。あのユウの、よしよしそうそうあのユウの佇まいとか岡本夏樹さんとかあの時代の人なんでね、中村うさぎさんとか、おうおうおう、そうそうそう、あのバブルの時に生きてた人たち特有のノリでなんとかなるじゃんっていう、あと神田うのさんね、末期に出てくるけど、バブルの末期に出てくるけど、はい、うの料理とかできないのみたいなことを平気で言う人たちのあの一群で、この時代っていうのがあって、それにうまく乗れた人は良かった、金持ちの男を捕まえてうまく逃げた人はいるんだけど、乗れなかった人たちはどうなったかって話を安藤さん向き合ってますよね。でこれね、俺バブル崩壊後に女たちがねしがみついたボートがあると思うんですよ。救命船が、救命ボートだから、うん、タイタニック沈んだんですよ、日本のバブルタイタニックが、うん、ダーッと。でその時に少ないボートが残ったんですけど、まあまずはですね、女たちがしがみついたボート、まず一つは結婚ですよ、うん、だから必死に結婚にしがみついたと、うん、でもう一つは仕事です、あったらラッキーマン、はい、これ両方書いてますよね。あともう一つはですね、美容です。美しさは正義なんですよ。だから庵野もよこさんはこの3つがメインになってることが多いんですよ。でこの結婚もしたし仕事も手にしたし美しい自分でもいるっていうキャラクター、うん、これが福ちゃんなんですが、うん、福ちゃんが Go ハッピーマニアの中で不幸になってるわけですね。不幸になってますね今ね。バランスは取ってますけどね。何もかも手にした女が負け組になっているっていう後の世界っていうのを書いているので、はい、庵野もよこさん全部、まあ、目をそらさず全部そこに向き合いながら書いてったっていうことですね。本当に一つ一つね誠実に向き合ってるがゆえにエネルギーがすごいというねのがありますよね。